お待たせいたしました続きまして楽天使い倒し術2023年はお得に資産作り始めましょうと題しまして楽天証券経営企画部広報マネージャー松崎由美による講演をお届けいたしますそれでは松崎さんよろしくお願いいたします皆様こんにちは楽天証券広報の松崎です このお時間は2023年お得日産づくりを始めましょうというため、ね、えー、まずは楽天を使う対していただきたいということで、グループのいろいろなサービスをご紹介させていただこうと思います。えー、楽天といえば、やはり欠かせないのはポイカツかなと思います。えー、ポイントはですね、今おまけでもらって使うだけではなくて、資産として増やせる時代になりました。 一般的にですねこの2つのタイプのポイント投資がありまして楽天グループでもこちらをご用意させていただいていますが今回は楽天証券のポイント投資をご紹介させていただきます NISA ーーを話題だし投資してみたいんだけど余裕資金がないな現金を使うのちょっと怖いなと思っていらっしゃる方もまだたくさんいらっしゃると思います。 ご利用いただけたら嬉しいなと思います実際にお客様からもおまけでもらったポイントなので気軽に始められるようになったとかあの積極的な投資ができるようになったというお声もいただいております現在楽天証券では業界最多のこちらの4商品でポイントをご利用いただけます 投資信託と米国株式においては楽天市場で実施している SPU スーパーポイントアッププログラムの対象にもなるので楽天市場のお買い物で申請されているポイントも倍率が最大プラス1倍になります投資をしながらさらにもらえるポイントも増やせるのが楽天証券のポイント投資の特徴ですポイント投資や SPU の詳細はぜひ楽天証券のホームページをご覧ください ポイント投資をするためにまずは貯めることが大事になってきます、えー、ポイント投資はためあ楽天ポイントは貯めやすさ使いやすさでナンバーワンを獲得していますさらにですね楽天グループは生活に密着したたくさんのサービスがありますのでポイント獲得にとどまらず節約もできるようになりますのでより効率的に投資金を作ることができます ここからは少し私の個人的楽天グループのおすすめサービスを4つご紹介させていただこうと思います一つ目は楽天カードです楽天市場でお買い物をするときに5と0のつく日に楽天市場でお買い物をしていただきますとポイントが spu に加えてプラス2倍になります もしも楽天プレミアムカードをお持ちであれば7倍のポイントがもらえるようになりますので1万円で100円しかもらえなかったポイントが710ポイントもらえるようになります。2つ目は楽楽天天カードと楽天ペイです日曜日と月曜日明日と明後日ですねオンラインショッピングでお買い物する際に楽天カード支払いに設定した楽天ペイで決済すると最大3%のポイントが貯まります。 日曜日と月曜日は楽天ペイの日と覚えていただけると嬉しいですこちらは毎月開催はしているんですが別途エントリーが必要なのでまだの方は今日この場でエントリーをしていただいて明日明後日のお買い物に備えていただくといいかもしれません3つ目は楽天電気と楽天ガスです楽天グループ公共サービスも提供しています 電気とガスをセットでご利用いただくと、それぞれだと200円につき1ポイントが貯まっていたポイントが、100円につき1ポイントが貯まるようになります、えー。ポイント、カードの支払いでポイントも貯まりますので、公共料金のお支払いでカードの,カードのお支払いをしていただくとポイントも貯まるようになりますので、えー、ぜひ、えー、まとめていただくとお得に過ごすことができるかなと思います。 多くの方はですね初年度は7000ポイントぐらいポイントが貯まっている方もいらっしゃるようです4つ目はですね楽天モバイルについてご紹介をさせていただこうと思いますこちらの米倉涼子さんの CM でおなじみの楽天モバイル無料期間は終了してしまっているんですが税込今1078円からのお得なワンプランをご用意しています 期間限定ポイントの支払いも可能なので投資では使えないポイントもこちらで楽天モバイルの支払いとして利用すると実際に現金でお支払いいただく費用かなり抑えることができるようになりますポイント料金に注目いただくことが多いんですが実は他にも楽天モバイルのお得はたくさんあります専用アプリを使えば国内通話料が無料になったり SPU 最大プラス3倍になったりもらえるポイントが増えます 他にはですね海外旅行も再開されつつある中だと海外でもデータ通信が無料でできるようにななななるのは魅力的なんじゃいいかなと思います、えー、さらにですね楽天ひかりのセットとご,ご協力いただきますと最初の1年間は無料でネットが使えるようにもなるので大きな節約になるかと思います。ここまで楽天グループのサービスをご紹介しましたが楽天証券でもこのようなサービスでポイントが貯まりますのでぜひご注目ください。 最後に楽天グループを使いを倒してどれぐらい投資資金ができるかなを試算してみました20代の東京一人暮らしのお客様の支出イメージの試算ですポイントが6000ポイントぐらい節約分で1万円分ぐらい毎月試算ができそうなので自己負担額は1万4千円に抑えられそうでしたこの資金を3万円を40年間年率3%のリターンで運用できた場合約2700万円くらいの試算を作ることができました 楽天サービスを使う倒すと意外に自己負担は少なく投資家始められそうな気がしてきませんかそれぞれのライフスタイルや家族構成その時々の経験によって環境線化は様々ですが本日ご紹介した私の質問も日々変わってきますですがまずはご自身がどんな生活をしたいかどう生きていきたいかを考えることが未来への第一歩になると思います。 二千二十三年、新しい一年のこの機会に、ぜひご自身の生活や将来を見直して。ポイント投資で、資産形成を始めていただけましたら、嬉しいです。駆け足になりましたが、以上で楽天証券からの、ご紹介をご終了させていただきます。ご清聴いただき、ありがとうございました。松崎さん、ありがとうございました。楽天証券経営企画部、広報。 マネーージャー松崎由美による講演をお届けいたしました。